消し縁画伝は、中国、新大に刊行された、最色版画絵で本。古くからの歴代画論に始まり、山水、花鳥などの技法を解説した、絵画論として広く普及した。消し縁画伝一周二巻消し縁画伝一周五巻消し縁画伝二周扉消し縁画伝二周畜府全四周で、内容は絵を描くにあたっての精神、哲学に始まり、 筆や墨や紙の扱い方、色の付け方、そして、山水、樹木、岩石、雲、滝、人物、畜獣、建築物、橋梁などの描き方が著名な画家の作品とされた作品を多色版画として引用しながら載せてある。絵画の教科書、詩画譜として流行した。消し演画伝は、新代の高規定の時代に、発案、新上者である、李良の意向を受け、 娘婿の陳金博によって出版された絵画技法の教科書である。当院という木版多色釣り技法で制作されている。署名は南京にあった李寮の別荘、消し園に由来し、李寮の字から取った笠置長伝という別名でも知られる。初週は李寮法の画譜をもとに南京在住の絵師が大幅に増歩し、文章をつけて編集した山水樹積画譜で、 1679年間である、五冠本、李領女。末期後に名を留める王、王兄弟、王家事、孫はじめ公、陳は、後記年間に同じく南京において刊行された短編小説集、聖古川の図版にも名が見えるのみならず、作風の上でも共通するところがあり、両書が共に、これらの人々の関与によって制作されたものである、ことを示している。二は、王、 とその兄弟が共同編集した乱クキクバイガフで1701年間。四巻本。三週も、王とその兄弟が共同編集した課長画フで同じく1701年間。陳員博は四週を出版する計画を立てていたが、実現せず、実際の四週は、一から三週の流行に便乗して後世に似せ、託されて課境年間に、 初めて出版された人物画布である。元来絵師の技術は門外不出だったので、それを一般に広め、また統一的な描き方のなかった絵画技術を整理するために解説文と挿絵を用いた書き物であったので、歓迎され何度も出版された。憲竜47年に蘇州で再版された1から3集本。 家境23年の1から4週本と高所24年間校の六巻本が有名である。日本にも元六年間に伝来しており、寛永年代以来、日本でも本国本が何度も出版されている。中国美術史学者小原博信によると、消し縁画伝発集文章の種本はわずか数種類、しかも悪い半本から、無茶苦茶な引用や間違いだらけの読解力、 強引な編集による論理的矛盾や比喩の不正確さが著しい。図版も秋岡府の高等無計さはなくなり見るものに安心感を与えるが、一級品から取材したものが一点もない。それでも消し縁画伝が広く受け入れられたのは、県立帝コレクションを頂点として、古賀が市場から復定し秘蔵された結果、古賀閲覧が困難な画家の自習のために、 広範な需要が存在したからだと言える。また、19世紀に中国絵画の制作の中心が山水画から花鳥画へと転換するのは、消し縁画伝、二州と三州の影響を指摘している。池大画や与サ部村、特に田野村区伝といった南画、文人画を中心とする江戸後期の画壇に大変な影響を与えた。小勝正義、古城不要子、陳、 北九州大学外国語学部起用開学50周年記念号1997年3月小原広信ケシエンガ電発集開大から中国画論の研究収録中央公論美術出版2003年 ISBN4805503726 ありがとうございます